どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ皆さん、とうとうこのお知らせができることになりました。嬉しい。さあ今日のお知らせは何かというと、これ T シャツ見てください。タワーレコードです。タワーレコードで、今回この本、8月17日に出版される、簡単ウクレレソングブック6の、無料インストアライブイベント開催されることになっております。はい、今回はタワーレコードさん、にですね、大変お世話になるということで3店舗で、開催させていただきたいと思います。まず第1話、ドーン、これです。前回もね、イベントやらせていただいたタワーレコード渋谷店さんです。はい、 T シャツをちゃんと持ってます。 T シャツを、はい、まず渋谷店様、日付は8月18日の日曜日15時から開催です。6階の会場になってます。はい、オープンスペースですよ。はい、まずこれがね、第1回目にあります。そして、次がですね、8月の24日の土曜日、なんと長野県の上田市にあるタワーレコードさん、こちらはイオンスタイル上田さんというところのイオンの中のね、一角にあるということなんですけど、こちらの店舗さんで、14時から、無料、インストアライブイベント開催。そしてそしてもう一個は9月の8日8日日曜日、大阪の八尾にあるタワーレコード店、八尾店さんですね。これ、アリオ八尾店にあるということなんですけど、こちらも14時から、開催となるということで、東京、長野県、大阪3会場で開催決定です。嬉しい。これがまあお伝えしたかったわけですけど、はい、そして今回なんですけれどもですね、この黄緑色の本が8月17日に出るよという、この一環なんで、まあこの本をですね、ぜひ皆さん、手に取っていただきたいということなんですけど、ちょっと説明させていただくとですね、この3会場とも、別に、誰でも参加できるオープンスペースになっているんで、ただフラッと来ていただいてもいいんですけれども、どうせだったら前の方に椅子があって、ちゃんと座ってガズさんの目の前で見て、そして一緒にこうウクレレ持ってきてくださいよ。皆さん全会場みんなウクレレ持ってきてセッションしましょう。この後に、やるであろうセッション候補曲をカイト君でちょっと事前練習してきてほしいんですけど、そんな感じで前の方でね、イベントに参加できる、まあ、優先エリアとか席があるエリアをですね、優先的にこう入れますよというチケットとか、もちろんサインをするチケットもそこで一緒にゲットできるということで、ぜひともですね、このご覧の3つの、タワーレコードさんで本の注文予約をお願いしたいです。そしてね、この予約方法なんですけど3つございます。まず1個はですね、もちろん店頭に行って予約です。皆さん行ってもらって受付のところに行って、ガズレレの本を買ってイベントも参加したいんですけどというと、店員の方がこう分かりましたってやってくれます。これは分かりやすいですね。で、2つ目はですね、なんと電話注文、電話予約もどの店舗も可能だということですんで、電話だと結構楽ですよね。行かなくてもよくて、当日ね、受け取り、できるということなので、電話をしていただいて、この各店舗に、もちろん連絡先概要欄に貼っときますからね、電話していただいて、その旨伝えていただいて、本の予約と、そのイベントの話をちょっとしていただくのがいいかなと。で、もう一個ね、インターネットでも予約ができます。どの店舗もインターネットで、予約して、その、イベントに参加するみたいなのあると思うんですけど、はい。でね、その中でちょっと注意があって、タワーオンラインという、オンラインの購入っていうのはなんか対象外ということで、ややこしいっていうね、タワーレコードさんからも言われてるんですけど、ネットを経由した店舗予約は、それぞれの店舗予約は OK だということです。ちょっとこの辺のことね、分かりづらいなと思った方、まずね、シンプルに電話予約と、店頭に行くっていうのは OK ですから、それでもちょっと分かんない方はもう電話してください。タワーレコードさん、それぞれの、お店にですね、電話で質問いくらでも OK ですっていうような、ことをね、気持ちのいいご回答をいただいてるんで、電話で質問していただくのがいいと思います。はい、そしてですね、各会場なんですけど、例えば、渋谷は15時から、長野県と大阪は14時からスタートということなんですけど、それぞれこれオープンの時間とかなんかいろいろ設定が違うんで、あとね、ブログにちょっとね、その辺の詳しいことまとめてますんで、概要欄に、このね、イベントの件について、新しい本のイベントの件についてブログの記事を貼っとくんで、そこを見てもらうと分かりやすいかなというふうに思います。いやー、これがとうとうね、このお知らせができるのが嬉しかった。皆さん予定入れといてくださいよ。あと遠方の方もですね、ぜひ来てください。場所もいいところにありますから、東京、大阪、まさかの長野県、どなたでもで
ですね、参加できる。予約なくても、さっきも言いましたけど、オープンなスペースなんで、本当に来ていただければ、ふっと参加できるんですけど、まあ、どうせであれば、本のご注文いただいて、前の方に来て、ガズさんとサインしたり、写真撮ったりとかできますんでね、そうしたら、そっちの方をお願いしたいなというふうに思うんですけど、ぜひ遠方の方もですね、ぜひいらしていただければというふうに思います。本当はね、あちこち全部、いろんなところ行きたいんですけど、まあ、なかなかですね、いろんなお店も、事情もありますしね、これタイミングもあるしね。で、まあ、もし夏、ちょっとお出かけしたいなということを思っている方、ぜひこの、合わせてですね、あちこちから来ていただけると嬉しく思います。そしてですね、そのイベントで、みんなでセッションしようと思ってるんですよ。だからウクレレ持ってきてくださいよ。ガズレレのイベントは絶対ウクレレ持ってくる。これ忘れちゃいけません。で、そこでね、セッションやる曲、まずね、もう絶対やるのはガズレレソング。この曲はもうガズレレの効果と言われている曲で、皆さん、ウクレレ覚えてきてください。概要欄にね、レッスン動画貼っとくんで、ガズレレソングはもうやりますよということなんですけど、あとね、今回この黄緑色のソングブック6に入っているこの楽譜の中からですね、まあどうせならセッションしようよということで、今からやるであろう候補曲を選んで、その中からね、ちょっとその現場のそのライブ感覚でみんな何やる、どんなことやるって言って進めていければなというふうに思うんで、まあ参考程度ですけど、翼の折れたエンジェル、これは熱いですよ。夏にもドライバーズシートまで。はい、これ候補です。あと、サザンオールスターズのみんなの歌。これもいいですよね。めっちゃ盛り上がりそう。そして、あとね、タイガースの色付きの女でいてくれよ。これも夏メロですけどね。これもやばいです。あとは、聖子ちゃんの青い珊瑚礁を。はい。これも夏ソングです。あと、バウンディの怪獣の花歌。これもね、いいですよ、この曲も。そして、あと、ブルーハーツの人に優しく。ブルーハーツはね、もうこう、8ビートでね、ストレートに行きたい。そしてですね、プリンセスプリンセスのジュリアン。このあたりのところから何曲かかいつまんで、各会場でセッションしていこうかというふうに思うんで、まあ今まだちょっとね、時間まだ1ヶ月、1ヶ月は切ってるか。まあちょっと予習していただいて、まあでも簡単楽譜ですから、その場でセッションもできると思いますということで、この辺のことをね、ちょっと事前に練習してきていただくといいかなと思います。まあでも簡単曲だから、その場でね、みんなで楽譜見ながら、どうにかしてこう、セッションできるかというふうに思うんですけど、はい、ぜひよろしくお願いします。無料インストアライブイベント開催ウクレレ持って集まれ、で、可能であればみんなこの店舗さんで、販売、予約注文、お願いできればというふうに思います。このことに関して詳しくブログでまとめてるんで、概要欄チェックしてねと、そんなお知らせでございました。はい、いやー素晴らしいです。はい、そしてですね、まあ、いつも言ってる通り、このガズレレの本たち、もう20万部突破です。ありがとうございます。このちょうどこのねイベントたちが始まるぐらいに、ガズレレフェア開催になると思います。フェア開催の店舗で本を買ってくれた人には、はい、このミニノートプレゼントになってますからね。はい、ぜひこういうのもゲットしてほしいし、ウクレレも当たるキャンペーンとかやってますから、まああっちからこっちから盛り上げていきましょう。夏といえばウクレレ、ウクレといえばガズレレ。さあ、汗だくで楽しい夏作っていきましょう。無料インストアライブ、全国3カ所で開催です。皆さん、絶対来てね、待ってますからね、よろしくお願いします。さよなら、バイバイ。